うわぁ、久しぶりに、やばいね。で、いきなり噛んだらでしょ。うわぁ、怖ぇ。なんかこんにちは、ノンアルコールライダーですけども、まあ、僕の動画をね、こと細かに追ってる人だったらですね、こう分かるかもしれませんけども、なんとホーネットが動画に出てくるのがですね、1年以上ぶりぐらいですね。去年僕はバイクには確かに乗りましたけども、株ツーリングの動画しか上がっていませんし、丸1年、2015年度はね、一度もホーネットで外出しなかったんですね。まあちょっと仕事がうんぬんかんぬんっていうのもありますけども、まあ最近暖かくなってきて、まあちょっとバイク乗りたいなと思ったんで、久しぶりにホーネットの、エンジンをかけたわけですけど、すごい！ホンダすごい、やっぱ頑張れ、マクラーレンホンダ。1年と2ヶ月ぶりぐらいに動かしてますけど、エンジンを。動きましたね、なんとかね。いやー、怖かった、正直。まあ、もちろんね、最初はバッテリーが切れてますから、まずバッテリーを入れ直すところですね、充電をして。で、まあ、そこまではよくある話なんで、3ヶ月か4ヶ月ぐらい放置するとバッテリーぐらいは切れますから、まあ、それよくあるんですけども、問題はバッテリーをこう、充電満タンにしてるはずなのに、セルが回らなかったりとかね、セル回ってもエンジンがかからないっていうことがあったらどうしようっていうのが一番怖いわけですよ。で、まあ、案の定、セルはこう回るけども、つかないっていう状態。状態がですね、エンジンがね、始動しないっていう、ずっとキュ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 ってずっと言ってる状態がね、30分ほど先ほど続きまして、もう俺、終わったなと思って、エンジンオーバーオールしないとこれ復活しねえやと思って、はい、10万飛んだーみたいな感じだったんですけど、なんかね、根拠よくずっとかけてたら、動くようになりました。で、ちょっとわかんないけど、ガソリンがね、ガソリンも1年前のもんだから、もしかしたらそれもあって、あんまり良くなかったのかな、そんな気もします。で、ガソリンちょっと満タンにしてきてですね、新しいガソリンを入れ直してきてきましたね。したら比較的、快調に動くようにはなったんですけど、ただでさえこれはかなり走ってるエンジンですんで、いつ止まるのかが分からなくて怖い、非常に怖い。しかもカンナナというわけで、帰ってまいりました。ノンアルコールライダーです。あれから改めてね、ノンアルコールライダーですよ、ライダー。今日はね、ドライバーじゃないですからね。うわー、久しぶりだよこれ、恐ろしいな。まあ、とりあえず走り始めたらいいけど、このカンナナからね、抜けられないっていう状況、再び。いやー、懐かしい、この感じ。そして視界が広いやっぱ車より運転しやすい。まさに今日はこう1年と2ヶ月ぶりにバイクに乗った感想ですね。原付ではなくてバイクに乗った感想って感じですね。で、やっぱ気持ちいいね。暑いし寒いしめんどくさいみたいなバイク印象あるけどね、爽快感みたいなのはやっぱ車にないですね。直に風を受けていますし、疾走感というかこの周りの空気を感じられるね。この感じはやっぱバイクにしかないよね。まあ、車に煽られるのがムカつくけどね。いやー、怖いねー。もうひたすら今日ね、怖い。ちゃんと帰りまでエンジンが止まらずにいてくれるかどうかっていう、それだけが心配なんですけども。まあ、ちゃんと思い返すとですね、多分京都ツーリング以来ですね、ホーネットに出てくるのは。確か2015年の3月下旬頃に行きましたんで、そう。で、今は2016年の、なんと、時は、もう、すっかり飛んでしまって、2016年の5月、5月ももう半ばですね。本当に1年と2ヶ月ぶりぐらい乗ってます。いやー、本当怖いよ、大丈夫かよ。まあ、しばらくですね、バイクというよりも、まあ、車に乗ったりしましたけども、まあ、特にね、株ツーリング終わってからね、もう寒くてバイク乗ってらんねえっていう時期になりましたんで車ばっか乗って、しかも車も動画上げないっていう、こいつっていうことやってましたんで、いろいろありましたけどね。あ、でもそうだ、俺忘れたけど、ホーネットが出てくるのは確かに1年と2ヶ月ぶりですけど、バイクに乗るのは1年ぶりじゃないですね。S1000 XR の動画が確かに間に入りましたから、まあ、あの動画を入れると、どんぐらいだ、半年ぶり、それでも半年以上経ってるのかな。いずれにしろ久しぶりというわけですね。結構久しぶりに乗っても、まあ、体って不思議なもんで、やっぱ感覚を覚えてるもんだなと思いますね。割とすぐ乗れるようになりました。すぐ乗れるようになりましたっていうか、まあ大丈夫です、今のところね、運転に関しては。さっきはね、つけたんだけど、エンジンつくことはつくんですけど、ついてもすぐプツンと、セルを回し続けないとエンジンが回らないっていう状況で、セルを離した瞬間にスターターをね、セル回すやつね、
話した瞬間に止まるっていう、それがねずっと延々続いてね、それが怖かった。今まではそのエンジン自体はねあんまり問題がなくて、僕もしばらく放置して動かなくなったっていう経験自体はバイクがねありますけども、まあ、例えばヒューズが飛んでたりとか、あとはなんだっけ、レギュレーターだっけな、レギュレーターがぶっ壊れたとかね、そういうのが原因で治ることには治ったんですけどね、エンジンが完全にぶっ壊れたらもう本当にどうしようってどうしようと思ったけど、掘れてろって、ね、そんなぐらいのね考えてましたけども、まあなんとか動いてくれてよかったですね。計器類もちゃんと動いてますね、まあ、左のメーターの方がちゃんと動いてるのかどうか分かりませんけど、で今日はあんまり遠くに行きたくない、正直。もうなんでかというと、遠くに行って例えばゲートブリッジとか行ってブツってぶち壊れたらどうしようという感じですからね。もうしたら本当に終わりですからレッカー車で帰れる範囲ぐらいねしとこうかなって思ってます。さあ、そして土日のファッキンサンデードライバーだらけのカンナナですよ。いや怖いね、バイクってこんなに車間距離短くなっちゃうんだね、なっちゃうよね。そして案の定混んでんな、カンナナ。ほんとクソだな、相変わらずクソだなお前。大盛りどうしよう、あーこれまっすぐ行く流れだな、もうなんか行けるところまで行ってみよう、久しぶりに。じゃあ改めてカンナナのおさらいですね、皆さん。うわー車の60キロ怖え車で60とか、車じゃねえバイクか、バイクで60怖えな、車で60めちゃくちゃイライラするんだけどな、ちんたら走ってんじゃねえよって思うんだけどバイクで60怖いね、1年半ぶりに気づいたけどいやでもなんだろうこれ、やっぱさ全然テンション上がるよねこっちの方がね。思い出した思い出した、この感じすっげー久しぶりだけどね。うわ世田谷大田、もうこんなところに来ちゃった、横浜まで行ってみるか、いきなりのこのテンション。そうね、今自分で言って気づいたけどね、やっぱりバイク乗ってないと出ないテンションってあるわ。もうこれね今確信した、これ久しぶりだからこそ分かる、分かったことだね。自動車のねアウディでもいいですけど、まだ動画も出してないけど、他にもあるんですけどね、ワーゲンのポロとかノートに乗ってたりとかいろいろあるんですけど、車に乗っててこのテンションでは話せないわ。だって本当にだから体感の、ね、体感してることが全然違うから、向こうはね微妙なんだよね、バイクだからやっぱこのテンションで話せるんだよ。だから元ブロガーたちのあの異常なハイテンションは確かにバイクでしかできないですね。あれを車でやれって同じようなことを言われても結構難しいし、自分でも無理してる感が半端なくあるから、まあ、やっぱ結構きつい。でバイクの方が雑多っていうか雑音、周りの環境音がね激しいですから、自分のバイク音も含めて、まあ、そういう意味でも雑音の中で話さないといけないっていう、その中から意識的にもテンションちょっと高くなるよね、大きな声で話をしようとするから。いやそれもあって元ブログってのは成り立ってんだななんてね自己分析あー出た。さあ世田谷大田の有名なここの落書きではないんですけど、そのアートなこのクロスしてるところね。ちなみにここはねデッドデッドデーモンズデデストラクションに出てきますね、あのオンタンがね住んでるところらへんですよ多分、世田谷大田ってね、いいとこ住んでんなオンタン。バイクで60キロこんなに走ってる感というかね、まあバイクでっていうよりも 250cc、 まあホーネット、自分でもなんか変だなって思うけどさ、でもバイク乗ってる時はこれが通常なんだよね、これぐらいのテンションがないと走ってらんねえっていう、そういうことですよ。車の60とか1ミリもテンション上がんないじゃないですか。まあアウディの僕の動画見ていただけたらね、なんかマジレスしかやってない感じ、もうそうだよね、車で60とバイクで60のねこの違いですよ。ただ走ってる時も楽しいっちゃ楽しいですね、バイクの方はねファック。いやどうしよう、本当は新宿あたりでもう帰ってこようかなっていう、終わりでいいかな今日はぐらいで思ってたんですけど、いやなんかねこのままどこまででも行けそうな感じがある、これは乗りすぎるのは良くないけどね、逆にね、久しぶりにやっぱたまには乗った方がいいなバイクこれは思うマジで。京都ツーリングみたいな、ああいうなんか3泊4日か4泊5日か忘れましたけど、あんな短期間であんなアホみたいに、しかも 250cc で高速を何百キロも走るっていう、あれはね単純にねきついだけだからねよろしくないけど、ちょっとこうやって近郊を走るだけでも全然ストレス発散になりますね。いやーいいわ、楽しいわ。いやこれ水木さん遅くないっすよ、今からでもこう中型二輪免許取った方がいいと思いますよ俺はね。おっこちらポロポロです、ポロ GTI かな。
ね、今日もちゃんとね、あの体中に鉄板じゃないですけど、あのガチムチの、ジャケットを着てるわけですけど、これも久しぶり。アルパインスターズ野郎ですよ今。さあどうしよう、このまま行くとどこに行ってしまうんだろうっけ。レインボーブリッジにこのままだと行ってしまいますけども、ちょっともうね、レインボーブリッジいいやって感じはする。ただレインボーブリッジもかなり行ってねえな。ちょっと心配なのは、あのタイヤの空気圧が下がってないかってことですけども、まあまだ大丈夫な気がするけどね。でもなんか俺が見てない間になんかいつの間にかいたずらとかでね、エア抜かれてたら死にますからね今日ね。まあこれもちゃんと無事に帰れたらよしってことにしましょう。なんかその大型バイクとかいらないから、 250cc のねモタードとか、あの辺のあの耐久性のクソ高いやつ一台新車で欲しくなってくるよね、こうなってくると。今どこら辺ですかね、いつの間にか第三京浜道路、もうこんなところまで来てしまいました、目黒通り。まあ、実は別に一時動画にはしてなかったですけど、カーシェアリングサービス、あれをねガンガン使ってまして、もうね超ヘビーユーザーですよ今。だからね、まあ、道はね多少ですけども覚えた。いろいろとね、横浜方面に行くにはね、神奈川から途中でね、あのぐるっと一周回って右折することができるんですけども、で横浜方面に通じる、あれは確かね、なんだっけな、1号線だったっけな。でそのままずっと走っていくと多摩川があって、で川崎を越えてと、川崎に着いてか、でそのままずっと行くと横浜っていうね、ああいう道があります。エクスペリア Z3 はねもちろん持ってきてるんですけど、今ちょっとここにはめてないですね、はい。これなんか壊れてそうだよね、久しぶりすぎて。あ、大丈夫、今のところ動くけど。あ、怖っ。あ、戻んない、やばい、どうしよう。こういうのはさ、プラスチックでできてるからさ、ガチャ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 って経年劣化でバキってぶっ壊れそうですよね。いや正直この間テラさんになった時に、いやもうホーネット1年ちょっともう起動すらしてないんですよって言ったら、もういやお前もうそれダメじゃねみたいな、お前エンジン壊れてんだろ、お前ガソリン腐っちゃうんぞとかっていろいろ煽られたんで、もう正直諦めてたんですけど、動くんだったらもう動かさないとね。いやそれにしてもホーネット相変わらず音いいわ、素晴らしいわ。なんでこんな音出るんだろう。大田区大森まで5キロ。リアブレーキがもともと効きが悪かったんですけど、もはや全く効いてないような気がする。何気にホーネットで神奈川方面に行ったことって、なくはないんですけど、動画にしたことなかったような気がするんですよね。で神奈川は神奈川で結構いい道がいっぱいあるっていうのを知りましたので、神奈川方面走ってみますかこのまま。でまあなんかトラブルが起きても土曜日だからしょうがないってことで、はい、ホーネッチがこう動かなくなっても土曜日なんで、まあレッカーとかでいろいろと頑張ってワンチャンあるかなっていう。しかし今日はね天気も良くて、バイクで走る分にはそうよね、今はね基本的にはベストですね。向かってくる自分に向かってくる風と、直射日光とね、バランスが完璧です。で晴れすぎてもないしね、素晴らしいよ。あ、はい、来ました。ここですね、多分20分ぐらい走ったかな。まあ今日は比較的空いてる方ですね。あそこ書いてますけども1号線、はい、国道1号線があります、ここにね。あの普通に走ったらね見落としちゃうんですけど、何気にあるっていう感じなんで、まあ、意識的に来なければ基本的に通ることもないですね、横浜方面に用事がない限りは。そんな道なんですけど、ここをねぐるっと回っていくんですね。バイクで来るのは初めてですね。まあでそこの目の前の1号線がまた危ないという、結構ね川崎方面に行きますから、こう荒れくれ者の車がね、走り屋的なやつが非常に多くて、夜なんかあんまり来たくない場所ですね。さあ観覧の外れて国道1号線に行きました、はあ。軽自動車税の納付しろっつうね紙が来たわけですけども、 1.5 倍ぐらいなってんじゃねえかよ、ファック、すごい。あ、出た、かまぼこの全貌が見えましたね。あー、塩の香りが良い、どうでもいいけど。横浜住みてー。